はい、どうも皆さんこんにちは。本日もモンスターハンターストーリーズ2やっていきたいと思っております。で、体験版ということでまたまたやっていきたいわけなんですけど、今日はですね、本作モンスターハンターストーリーズ2、具体的に何体のモンスターが出現するのか、その中で何体お供にすることができるのか、そちらご存知でしょうか。まあ知ってる方はこちら知ってると思うんですが、知らない方もたくさんいらっしゃると思います。まあそういった背景もございまして、本日は知らない方のための動画になります。では今から具体的にお話をしていきたいと思っているわけなんですが、皆さんはこちらの図鑑ご覧になったことありますでしょうか。この図鑑がね、なかなかハイテクなんですよ。まあどうハイテクかっていうところに関してはまた後ほどご説明させていただければと思います。そしてもし初見さんがいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからもストーリーズの動画、そしてライズの動画、両方とも見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。ってことで早速ね、図鑑見ていきましょうか。で、この図鑑なんだけど、大きく分けると3つに分けることができます。まず1つ目モンスター図鑑、そしてオトモン図鑑、さらに絆遺伝子図鑑。そうなんですよ、実はね、モンスターとお供以外にも、絆遺伝子の図鑑もございます。まあこういった形で、その遺伝子を持っているモンスターを捕まえると、ここに表示されるわけなんですよね。ですので、どういった遺伝子かっていうのをこちらで確認することができます。まあここに関しては皆さん、各自でご確認していただければと思いますね。では本題に入りましょうか。で、まずモンスター図鑑を見ていきたいと思います。で、モンスター図鑑なんだけど、こういった形で、今まで出会ったモンスターたちが、ここに記されていきます。で、現時点では、12体のモンスターと出会っているので、ナンバー12まで埋まってますね。皆さん大丈夫ですか？抜け漏れはありませんか？まあ、抜け漏れがある人は多分いないと思うんですが、体験版の時点では、こちらの12体のモンスターと出会うことができます。まあ、厳密にアンジャナフがいるので13体なんだけど、体験版をまだ遊ぶ都合上、アンジャナフはまだ討伐しないことになってるんで、12体のみこちらに記帳されてるっていう、そういった状況ですね。では、こちらのモンスター図鑑見ていきたいわけなんだけど、こういった形で、まだ出てないモンスターのナンバーを見ることができるんですよ。これはどういったことを指してるかというと、すなわちこうやってずらしていくと、あ、ごめんなさい、ちょっと待って。今見つけてしまった、狂乱のドスランポスだ。そうだそうだ、特殊個体はね、また別で、こうやってね、登録されるみたいなんですよ。なんかドスランポスと狂乱のドスランポスっていうのがいて、こちら特殊個体なんですよね。なのでここに登録されてるっていうことです。そうなんだよ。普通のドスランポスと違うんだよ。そして話戻りたいんだけど、ここの番号を見ていただきたいわけなんですが、217と表記されております。217と表記されてるっていうことは、すなわち、少なくとも217匹まではモンスターが登場するっていうことが、この時点で確定しております。体験版の時点で確定してるって逆にすごいな。てか多すぎないか217体って。まあこちらに関しては、大型モンスターだけじゃなくて小型モンスターも含めて217体なんで、まあこれがね、多いのか少ないのかで言うと、ちょっとね、判断が難しいところなんですが、ここで気になってくるのが、アップデで追加される予定のモンスターたち。それっていうのは、この217体に含まれてるのかどうかっていうところですね。まあ最初から含まれてたら、ちょっとあれなんだけど、もし追加されてないんであれば、かなりのボリュームになりますよね。だってさ、もしかすると217体が現時点でモンスター枠として用意されてるんだけど、最終的に230とか、下手したら240ぐらいまで増える可能性があるから、それはそれですごいことだなと思いました。ただまあ217体でも十分すごいでしょ。本家のモンスターハンターと比較すると、めちゃくちゃ出てるんじゃないかな。217、これはマジですごすぎるでしょ。で、次にオトモン図鑑見ていきたいわけなんだけど、オトモンにできるモンスターがこういった形で登録されていきますと。まあここに関してはモンスター図鑑とかと同じような仕組みですね。同じような仕組みということで、もちろんですね、こういった形でスクロールするとオトモンのお尻の数字を見ることができます。で、この場合ですと125番なので、125体のオトモンをゲットすることができるっていうことがこの時点で確定しております。まあ最低125体なので、もしかするとアップデートで今後追加される可能性がありますが、ただそのアップデートのモンスターっていうのがこの125体に含まれているのかどうかっていうのが問題なんですよ。まあそういった感じでございます。いやー、これはね、集め買いがありますね。125体か。ただそう思うとポケモンってすごいんだな。え、だってさ、初代のポケモンの時点で151体でしょ。そうなんだよ。初代の時点で151体だからさ、そう思うとね、ポケモンすげーってなるわ。え、今だとさ、ポケモンって全体で何匹いるんだろう。多分ね、下手したら1000匹、いや1000匹はいないか。え、いる ?1000 匹って。どうなんだろう。まあ、ちょっとわかりませんけど、もしわかる方いらっしゃいましたら、ぜひね、コメント欄に書き込んでいただければ幸いですね。え、マジでさ、今ポケモン何体いるかわからねえわ。はい、まあ、そういった感じですね。まあ、最近ですね、よくそのコメント欄で、今作オトモンって何体ぐらい種類いるんですかとか、あとはモンスターって何体出るんですかとか、そういった質問が多かったんで、今回は
こちらの動画でご回答させていただきました。ちなみに補足になるんですが、遺伝子に関してはなんとね、驚異の621、やばくないか。これびっくりなんだけど、621ってすごくないか。とんでもないな。まあ見てもらったらわかる通り、中とか小って書いてあることは大も存在するんで、まあかさ増しっちゃかさ増しなんだけど、ただ割る算をしてもさ、200前後ぐらい存在するわけでしょ。そう思うとすごいな。これ全部覚えるの大変そう。遺伝子覚えるのこれ大変だろう。てか遺伝子ってこんなに多いんだ。びっくり仰天やな。ねえ、かなりびっくりよ。まあ、今のところですね、虹色遺伝子っていうのが存在することを確定しておりまして、まあ、そこについてまとめた動画は、別途投稿してるから、詳しくはそちらの動画見ていただきたいわけなんですが、どうやらですね、虹色遺伝子がめちゃくちゃ優秀らしいです。超優秀なんで、優先的にゲットしていった方がいいっていう、まあ、そういった話が出てますね。ですので、皆さん、虹色遺伝子を持ってるモンスター積極的に捕まえていきましょう。まだ今作体験版ということで遺伝ができないから、具体的にどれぐらい虹色遺伝子が強力なのかわかりませんが、ただコメント欄とかみんなの反応を見てる限りだとめちゃくちゃ優秀っていうことがわかりました。まあそれ当たり前ですよね。だってさ、光ってるレアのスカラー、さらにそこで光る卵をゲットしないと虹色遺伝子を持ってるモンスターゲットすることできませんからね。まあ普通に考えたらレアだわな。まあレアっていうことで、まあ強力でしょ普通に考えて。強力じゃないものをレアにすることってないと思うんで、まあそう思うとね、体験版のうちに虹色遺伝子を持ってるモンスター一匹でも多く確保するべきだなと思いました。まあ重複してもいいと思うんで、まあできるだけねゲットしていった方がいいんじゃないかな。まあゲットして損はないと思いますからね。まあ特にヤンクックであったりとか、あとはプケプケの虹色遺伝子ですね。そちらのモンスターが強力って今言われてるんで、ぜひね、そちらのモンスターゲットしていきましょう。あとね、ドスファンゴがめちゃくちゃ強いらしいですね。コメント欄とか見てると。なんかドスファンゴがめっちゃ強いみたいな、そういったコメントが結構あるんだけど、まあ、確かにね、今作は3組っていうことで、まあ、今作もっていうか、まあ、今作はっていうか、今作もか、まあ、3組が存在するんだけど、皆さんご存知の通り、パワー型、テクニック型、スピード型で分かれております。なので、厳密には、テクニックで強いモンスター、スピードで強いモンスター、パワーで強いモンスター、3種類のモンスターが必要なわけですよ。まあ、それプラス武器もですね、例えば体験であったりとか弓であったりとかハンマーであったりとか、様々な武器が存在するわけなんですが、それぞれの武器で相手の弱点に刺さるかどうかも決まってくるんで、できるだけ多くの種類の武器で強い武器を確保する必要がありますね。なのでぜひ皆さんそちらの方も覚えておいてください。まあ体験版が出てからね、結構時間経ってるんで、そんなこと言わなくてもみんな知ってると思うけど、ただまあ最近ね、体験版を始めた人も結構いらっしゃると思うんで、ぜひね、そちら覚えておいていただければと思いますね。まあストーリーズもね、じわじわユーザーが今増えてるみたいなんで、特に新規ユーザーかな。まあやるかどうか迷っていたけど、自分の知ってる実況者がやってるから自分もやるわみたいな、まあそういった人が結構多いみたいなんですよ。なのでぜひね、この体験版でストーリーズの世界に触れて、そして楽しんでください。で、楽しんだ結果製品版も買いましょう。で、皆さん一緒に楽しみましょう。けどまあストーリーズはどうなんだろう。まあ、いろいろなタイプの人が楽しめるかなと思っていて、まあ、それこそね、さっき言っていたポケモン好きな人とか、あとはモンスターハンターそのものを好きな人とか、ないしはファイナルファンタジーとかドラクエとか、そういった RPG が好きな人、まあ、様々な人におすすめすることができます。まあ、そういったね、ドラクエとかファイナルファンタジーとか、ないしはポケモンとか好きな人で、このストーリーズつまらないっていう人は多分いないんじゃないかな。まあ、戦闘も普通に面白いし、世界観もいいし、悪いところって特にありませんからね。まあ、初心者でも割とね、スーって入っていきやすい、そういったストーリーにもなってます。はい、ということで今日の動画はこの辺りで終わっていきましょうか。まだチャンネル登録お済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。じゃあねー。